先行深度 900m の推測は、その使用されているボディ素材にあり、極秘事項で一般人の予想が考察している。今回は海上自衛隊の潜水艦を詳しく見ていきます。最新潜水艦が毎年一隻就役している中、また乗務員に女性も任務に就く時代へと変わり、日本も男女の壁はなくなりつつある。日本でも最強性能のリチウムイオン電池開発も急速に進み、充電時間も短縮されている。年々性能の進化が恐ろしいが、日本の底力でしょう。近年は毎年一隻ずつの就役や進水を行っている海上自衛隊の潜水艦だが、今年2021年には3月に毎級最終操縦型12番艦の東流が就役、最新型である太平洋型2番艦の枠芸が10月に進水している。この東流と枠芸は毎級の総流型と最新鋭の太平洋型というモデルの違いは、あれど、通常動力型潜水艦としての機関構成は共通しており、しばらくは、同方式が、海上自衛隊潜水艦の標準となりそうだ。この方式は、総流型11番艦の、桜流から、採用されたものであり、ディーゼル機関とリチウムイオン蓄電池と、発電機を組み合わせたもので、実戦配備された通常動力型潜水艦としては、世界初の機構である。桜流の就役は、昨年2020年3月だが、この2021年12月時点でも、リチウムイオン電池を搭載した潜水艦は、海上自衛隊のみにしか存在しておらず、今後、韓国や台湾が採用する予定であると言われている。話が複雑になるが、現在、海上自衛隊が実戦運用している潜水艦は、前々級の親潮型が最古参で、こちらは、ディーゼル機関と鉛製蓄電池と発電機を組み合わせており、いわば、第一次世界大戦時に潜水艦が登場して以来の推進方式だった。この親潮型の後、総流型を建造するにあたり、日本でも燃料電池の搭載が検討されたというが、ドイツの209型や214型等と異なり、その方式は採用されず、別の組み合わせが推進方式に選択されることとなった。それが、総流型の1番艦、総流から10番艦、小流までの10隻で、ディーゼル機関と鉛製蓄電池と発電機に加え、スターリング機関を搭載、AIP、機体機依存推進をこれによって実現する潜水艦となる。ここで用いられたスターリング機関は、北欧スウェーデンのコックムス社製のものを、日本の川崎重工業者がライセンス生産を行ったもので、連続で 75kW の定格出力を発揮する4機を搭載する形式となった。この当時は、機体機依存推進を実現する仕組みとして、総流型に採用された同方式ではあったが、スターリング機関は、その大きさに比して出力は低く、水中航行時の速力は、最大でも、5ノット程度と、あくまで補助的な側面が強かったと思われる。そのため、静粛性を最優先とする、先行航行時の動力源のメインは、やはり、鉛製蓄電池と発電機に依存することとなり、当時の選択としては、技術的にも性能的にも、限界であったとはいえ、決して、運用上の効率が高いとは言えなかった。そこで登場して、その状況を一変させたものが、日本の GSU 朝社製のリチウムイオン蓄電池であり、従来の鉛製の蓄電池を代替するのみにとまらず、スターリング機関を廃止しても、それと同等以上の性能が見込まれたのだ。これが前述したように、2020年3月に、就役した総流型11番艦の桜流から採用されたものであり、
同じ容積、重量の鉛製蓄電池の倍以上の容量、出力を誇り、課題とされた発火の危険性もクリアしたものとなった。当初は、鉛製蓄電池をリチウムイオン蓄電池に置換しつつ、スターリング機関も継続する方向も検討されたというが、スターリング機関を廃止しても求められる性能の確保は可能と判断され、今の形式に行き着いたという。リチウムイオン蓄電池は、特性上鉛製蓄電池に比べて、反復可能な満放電回数が向上していることに加え、充電時間も大幅に短く、かつ、出力の持続性が長いことから、従来以上に安定した水中航行時間、距離を可能なものとしている。こうした特性や性能面では、大きく鉛製蓄電池を凌駕しているリチウムイオン蓄電池だが、その搭載にあたっては、全くデメリットがないのかといえば、やはり、一部にはウィークポイントと言えそうな部分も存在する。まずは、そう、流型10番艦の昇竜までのカタログスペックへの数値は、水中最大出力8000馬力、水中最大速度20ノットだったが、放流以後は、これが、同5600馬力で、同18ノットとされている点だ。ちなみに、こうしたカタログスペックは、最新鋭の大芸型では公表されていないが、放流とは、艦体の大きさ等に大幅な変化は見られないので、これに準じる性能であると類推されている状態にある。話を戻せば、放流はそれ以前の総流型に比べ、水中最大出力値が 30%、水中最大速力が 10% ほど低下しているが、これはあくまで最大値であり、実運用上はトータルで見て上回ると、解釈されている。これは、リチウムイオン蓄電池の特性に起因するものであり、鉛製蓄電池よりも、持続性がはるかに勝るリチウムイオン蓄電池は、実運用上では、水中での航続時間も距離も延伸されており、作戦行動範囲は逆に拡大したとも言われている。ただし、それだけの性能向上を実現しただけに、建造に要するコストは確実に増加しており、そう、流型10番艦の昇竜で約520億円だったものが、放流では約640億円と 20% 以上は高額になっている。この建造費の増加は、最新型である大芸では一際顕著になっており、こちらは実に約800億円と費用的に見れば、さらに、放流からも 20% 以上増えていることになり、高騰が続いていることは間違いない。それでも、大芸の約800億円と言われる建造費用も、アメリカやイギリスが運用している攻撃型原子力潜水艦に比べれば、はるかに安価であり、オーストラリアが原子力潜水艦を調達する方針となった中でも、それは変わらない。この2021年9月に、アメリカ、イギリス、オーストラリアが突如公表した3カ国による新たな軍事協力の枠組み、AUKUSは、これまで基本的に他国に供与されていなかった原子力潜水艦の建造技術を含むだけに注目されている。このオーカスに基づき、オーストラリアに技術供与される可能性がある攻撃型原子力潜水艦は、イギリスのアスチュート級か、アメリカのバージニア級と召され、建造費は、最低でも、前者が約2400億円、後者が約3700億円とも言われる。これは、あくまでも、現時点での一隻あたりの単純な建造コストだが、少なくとも、大芸の3倍に相当する金額であり、これを
人口約2600万人ほどのオーストラリアが8隻導入しようというのはかなり負担が大きいだろう。これに倣って日本でも攻撃型原子力潜水艦の保有を進めるべきだとの意見が多数見受けられるが、取得後の維持やメンテナンスを考慮した場合に数を必要としている日本に有用であるか否かについては慎重な議論が必要だと思われる。ちなみにオーストラリアが調達する可能性が高いと見られているのはイギリスのアスチュート級原子力潜水艦の方であり、同級はイギリス海軍では2010年以後4隻が就役中、3隻が建造中となっている。アスチュート級は攻撃型の原子力潜水艦ながら、艦首に装備する 533mm の魚雷発射管6門からは対地攻撃用のアメリカ製のトマホーク巡航ミサイルを運用可能であり、この対地攻撃能力の寄与はオーストラリアにとっても大きいと思われる。